あつとちょっちです。親愛なるはじめ社長、今回はですね、はじめさんが、まあ、お菓子解禁しましたよね。お菓子解禁ということで、最近ですね、まあ、お菓子をめっちゃ食い続けてるっていう感じなんですけれども、2016年お世話になりましたということで、まあ、プレゼントを差し上げていないなと思いまして、今回はですね、なんとはい、こんなたくさんお菓子買ってきたんで、まあ、段ボールに入れて勝手に送ります。まあ、この動画は、まあ、はじめさんのお菓子解禁を祝って、まあ、お菓子を、まあ、許可なく送りつけるだけの動画です。それでは僕の選んだお菓子はこちらです。はい、カントリーマウンですね。なんとバニラしかないんですよ。チョコいやいやって言うんで、バニラを、選んできました、ね、美味しく食べてくださいね。よいしょ。コアラのマーチ、チョコボールになるまで振り続けるでしょう。おそらく美味しく食べてください。プッカ、これ懐かしいと思って買ってきただけです。美味しく食べてください。うまい棒コーンポタージュ味1本だけ買ってきました。美味しく、ジュースも解禁ということで、まあ、オレンジーナが好きということで、オランジーナ柿山なんですけど、富山の、まあ、柿山なんですよね。社員の方にお土産差し上げたんですけど、その一部を取ってきました。持ちしていないということだったんで、富山のお土産を入れておきます。生姜は福光、分かる人には分かります。説明書も入れておきます。輪投げチョコレートっていうのは結構懐かしいチョコレートなんですけど、まあ、これなんで買ったかちょっと分かんないんですけど、これも入れておきます。チキンラーメン、これお菓子ではないな。なんで買ったんだろうこれ。1歳からのカッパエビセン、一口サイズらしいです。まあ別にバカにしてるわけじゃないんですけど、やっぱちょっとね、歯が折れたとか言って、またなんか社長に電話されたらちょっと困るんで、1歳からのカッパエビセンを買ってきました。これなんか赤ちゃんがよく食べるなんか1歳からのやつらしいんで、まあ1歳の。次こちらですね、ミニポーロ。これもやっぱはじめさんちょっと、ね、歯が折れたら大変。ねるねるですね。次はちっちゃい頃よく食べてたやつなんですけど、これもあれですね、歯が折れたらウエハースで欲しいシールとかあるじゃないですかね。シール入れてきます。シンプルなポテトチップスですね。なんか字がやる気あって、すごい僕惹かれたんで買ってきました。で、そう、まだあるんですよ。ホットもやし。はじめさんのもやしっていう、そういう理由で買ったわけじゃないんですけど、とりあえず、これを入れておきます。ということで、全部入れ終わりました。まあ、もっとね、買いたかったんですけど、115円しかなくて、なんかね、実家ってこんな感じで来るわ。やっぱね、親とかね、やっぱこうやってね送ってるんですよね、やっぱり。僕も親の気持ちで今日ははじめさんにね、まあ、お菓子ですけどもね、送りたいと思います。しまった、やべえ、うわー忘れた、しまった、これ開けないとな。これを書くのもそうなんですけど、いやまさかね、お菓子だけ送らないですよ。手紙を書こうと思って、はじめさんに、いや真面目に今回は真剣に手紙を書こうと思います。はじめさんへ。今を考えると、こうしてはじめさんへの動画を作り一緒に撮影できることを考えると、僕は本当に幸せ者です。 YouTube のトップを走り続けるはじめさんでも、時には弱音や悩みなどを打ち明けてくれます。しかし、そんな辛い生活やプレッシャーでも、はじめさんは前を向きトップに立ち続けています。そんなはじめさんの大きな背中を僕は今後も追い続け、自分も生き残れるように、この幸せな時間がずっと続けられるように頑張ります。本当にいつもありがとうございます。今年もよろしくお願いします。よっちより。はい、ということでですね、手紙とお菓子、入れ終わったんですが、これはマジで、はじめさんの自宅へお送りさせていただきます。本当に突然、お渡しするので、びっくりされるかと思います。まあ、人に荷物を送るということでですね、結構勉強になりましたので、皆さんも、まあ、上京されてる方とかね、親にね、俺親にあげてねえな。それではこの動画面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。またねー。